三十一期生となる今年度の新入生は、男子九人、女子二十九人の合わせて三十八人です。式ではまず校歌を聖唱した後、新入生一人一人,人の名前が読み上げられ、西那森幸校長が入学を許可しました。西那校長は、医療と福祉の連携一体化が求められる今。 看護師は大きな期待を背負っている豊かな人間愛と悩める人に信頼される心のこもった看護の姿を目指し知識や技術の習得に励んでくださいと式辞を述べました新入生代表の鈴木智弘さんは看護師の母の影響で看護の道に興味を持ち志したということで一人一人死亡の動機は違っても 目指すところは一つです仲間とともに立派な看護師を目指して努力しますと司会の言葉を述べました新入生たちは今後3年間実習などを通じて看護についての専門的な知識や技術を学ぶことになっています